ワーケーションスタイル茨城です。では網戸の付け方をご説明します。網戸はですね、まず運転席後ろ側については、ロール網戸になってまして、まあ今すでに閉めてある状態なんですけども、まあ、閉めると勝手に収縮されます、はい。で使う時にはバチンと閉めていただきます。で一番最初の写真にあったですね、網戸の方を見えるでしょうかね。こういった形で、開放されるですね、屋根の、ところにつけていただきます。これはマジックテープで貼る形になってますので、そうすることでですね、虫を消しつつ、運転席側から、助手席側の上の屋根に風が抜けるような形になって、暑い日でも、快適に過ごせますし、虫よけにもなります。でこの、大きな開口部側のですね、網については、ベッドの、左側のベッドの下に収納されておりますので、使うときにはそこから、出してください。網戸の説明は以上になります。